姉崎天神山古墳は、千葉県市原市姉崎にある古墳。形状は、前方後円墳。姉崎古墳群を構成する古墳の一つ。千葉県指定史跡に指定されている。養老川下流砂岩の台地上に築造された、大型前方後円墳である。姉崎地域では、大型前方後円墳数基を含む、姉崎古墳群の築造が知られ、本古墳はそのうちの一基になる。本古墳のくびれ部には後世に建てられた菅原神社が鎮座しており、古墳名はこれに由来する。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は前方後円形で前方部を正方に向ける。墳丘長は現存128メートルを測り、姉崎古墳群中では最大規模、房総地方でも前期古墳としては最大規模になる。前方部は未発達で古い様相を示す。墳丘周囲では南側から東側にかけての未就工が巡らされたと見られている。発掘調査がなされていないため埋葬施設は明らかでなく、埴輪などの遺物も得られていない。この天神山古墳は墳形、立地から4世紀前半（中頃）の築造と推定される。姉崎古墳群は、仙台旧寺本義、国蔵本義に見える上海上国宮津湖の主張母群と想定され、本古墳もその一つとされる。姉崎古墳群中では、今富塚山古墳に後続し、釈迦山古墳に先行する築造とされる。なお、本古墳の南西側では、円墳として、宝蔵寺古墳、宝蔵寺2号墳があったが、現在は失われている。古墳域は1968年に千葉県指定史跡に指定されている。後円部から前方部を望む中央は菅原神社。前方部から後円部を望む古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。